福岡空港から車で42分宮若市にトライアルの温泉郷として2021年12月に宮若虎の湯がオープンしました。全室温泉付き客室で高級食材ビュッフェなどが楽しめるお宿。福岡に行くなら泊まってみたいと思ってこの福岡旅行を計画しました。どんなお宿なのか楽しみにして向かいます。それではご覧ください。グルメ、観光、旅を楽しむアラフォー夫婦の Vlog です。いろいろなところ、おいしいものを探していくので、よかったらチャンネル登録をして応援よろしくお願いします。部屋のご案内をさせていただきます。お客様のお部屋が1階となりますので、110号室となっております。こちらまっすぐ進んでいただきまして、突き当たりに110号室ございますので、はい、後ろのエレベーターがございまして、そちらエレベーター使われまして、1階の方に行っていただくとビュッフェ会場2階にございますので、左の一番奥にございます。はい、夕食のお時間が17時30分スタートの20時30分が閉店のお時間となっております。アルコールが別途料金となりますので、そのアルコール頼まれる際はレストランでお願いいたします。はい、朝食が7時45分スタートの9時30分が閉店のお時間となっております。レストランに行かれる際がこちらのカード必要となりますので、こちらをご一緒にお願いいたします。お部屋がオートロックキーとなりますので、4桁の数字と米印を入力してお部屋にお進みください。お部屋のお風呂の方がもしお熱いようでしたら、黒い蛇口から冷たい源泉が出ますので、そちらで温度調節をお願いいたします。明日のチェックアウトの10時半から11時が混み合いやすいため、朝食後に事前生産も可能となっておりますので、そちらをお勧めしております。お部屋が段差があるため、足元を気をつけてお過ごしくださいませ。大変お待たせいたしました。ごゆっくりお過ごしくださいませ。
ここ座れるようになってる。そこ座ってくるだけですね。うん。広い。すごいね。あ、こんなお部屋なんだ。素敵。めっちゃいいんじゃない？めちゃくちゃいいよ。すごいやん。畳のいい香り。すごい。いや、新しいどう？新しい。オープンしたて。お風呂のね。浴衣着てもこの。段差があるって、これでもって言うじゃん、何やそんな段差全然いいやん。いや、もう全然問題ない。いや、素敵。いいとこやね、ここね。静かやね、夜も。いいとこ見つけましたよ。正面が お風呂で、温泉でございますよね。温泉、あ、これですね、タオル。タオル、おぉ。あの、受付に言うとです。言ってはった。おぉ、めっちゃいい香りするね。ヒノキかな、これ。うわぁ、すごいいい香りする。ヒノキの香り。ヒノキだね。花粉症のヒノキは私だよね。今から入れるんじゃない？いや、すぐ入れるよ。もうすぐ入った。今すぐ入りたい。すごい DHC のコットンヘアボディタオルヨニティポール、そしておトイレ。トイレですって。おトイレでございます。あ、なんかね、無料って書いてあったよ。こっちから見た方がいい。ほら、お水、お茶、アルコールは無料でございます。ほら、チューハイ入った。すごい、レモンチューハイ。日本ずつ入った。ありがとうございます。何にも買ってこなくていいよ。よかったね。で、お茶と。お茶と、この右飲んでしょ。ティーちゃん。で、向こういたコーヒー飲み放題。ドリップや。コーヒーだ。すげえ。ここでコーヒー飲めるのね。そう、ここでも飲めるね。いいね。素敵ですね。アイスクリームもすごい良く置いてあって。はい、虎の湯。110でございます。温泉入浴直前、直後、飲酒しないように。ちゃんとね。入湯税はいらんねんね。いや、それも生産されるはずやけど、おそらくそれが温泉っていう、ね、15時から22時までチェックイン、チェックアウト11時。だからご飯食べ終わった後に生産した方が早いっていう。そうだね。はい、ほら、温泉やから温泉税取られるんだ。入湯税、そうだね。携帯充電、延長コード、積み木、いろいろ貸してください。ラドン温泉だって。ラドンって聞いたことある。リュウマチなど痛みを和らげるって。療養だから体によろしい。療養冷泉って書いてある。だからそれをぬくめてはるって。
下のところでガーッと。すごいね、ここ座れるやん。何ビューなんでしょうね。こう YouTube が見れる。いいね。最近でも見れるようになったら多いね。モザイクだ。気持ちいいよね。気持ちいい。これでも指は大丈夫よ。え？指は色変わらない。それは大丈夫。硫黄じゃねえか。こっちだろ。現地洗浄。これが冷たい温泉だよ。冷泉。そうですね。これでも熱いお湯が出てくる。うん。最初めっちゃ熱かったもん。うん。混ぜ混ぜしてこれいっぱい出して。うんうん。今ちょうど入れるようになった。なかなかよろしい。よろしい。ストレスも吹っ飛ぶ。いいね。各部屋ついてるの、すごいね。ここ130円、うん、あ、そっち100円、こっち100円、ここ良心的やと思うの、ね、下がどうなんかな、まだ見てみよう。下100円やったね、カーボンとか。そうやね、うん、もうちょっと高い。なるほど。ほんとだ、結構来てはるね。隠れた旅のなんちゃらっていうのが。そうだね。なんか顔になってるよ。ねえ。グルメ、観光、旅を楽しむアラフォー夫婦の Vlog です。いろいろなところ、おいしいものを探していくので、よかったらチャンネル登録をして応援よろしくお願いします。